許しがたい存在がいる。罪人なのに罪に問われずのうのうと生きている。それに対し、仕事しろ、の先には、それを客として接客せねばならない現実がある。憤り、だ。さっき人を殺した殺人犯も、時々そのまま、コンビニでおにぎりを買ったりするのだ。世間とは、あるいはそういう環境のことではある。過失側の方がなぜか、奇妙に優位。言い出したらキリがないが、でも一人でも道理の通る不満を持つとき、そこに神の目。想定が甘かったと言うべきか。大賀さん、その追及はリアルに、数年前の事例だろうが議題に発する。理屈の上では問題なくても、一つ処理するのにたとえ1分で済むとしても、1万の事例は1週間は必要だ。戦争のない世界、それの具現は夢だろう。しかし。そのために必要な、処理、それはあと、どれだけあるのか？